何変わったの？なんかめっちゃ端っこ切れてる。傘ありがとうございます。何これ、てるてる坊主か。傘ありがとうございます。おばめかかせて。新しいギフト、梅雨だから。傘ありがとうございます。マジ話したい気持ちはやまやまなんだけどね。ちょっと待ってね、今何書こうとしてかめっちゃ忘れたんだけど。え、本当に一瞬で忘れた。まあいっか。じゃあまあいっか。やっほー、ジジありがとうございます。昨日公園行きました、ありがとうございます。いや、なんか今本当に心に余裕がなくて、っていうかなんか今人生に余裕がないんですよ、普通に。だからモバメも遅れてないし、ショルもできないしみたいな、なんかもう最悪なんですけど、許してください。今は、うわ、唇の皮むけた。あ、よかった。メッセか誰がもらったんだろうと思って、ツイッターになんか書いてくれてる方はいいねしたつもりではいるんですけど。本当に今ね、ちょっとあの人生最大のピンチ、嘘、それは嘘なんですけど、本当ありがとうございます。割とキツキツで生きているので助けてください、いつか。そう、だから大富豪もマジでやれてないの。昨日本当に公演終わりにそういろいろやってたんですけど、そのなんていうんですか、そういろいろ待ってる間にやってたんですけど、まあいろんなこと言うと、まあ、今テストやってるんですよ。あ、あさってからテストなんですよ。リアルのことを言うと、あさってからテストで、ちょっと今いろんなレッスンをやってて、あの神春のツアーのリハをやってるのはもちろんなんですけど、他のことのリハも今入ってきてて、あのいっぱい振りを覚えてるので、あのでそれこそ昨日公演のシンポジやってってやってたら頭に余裕なくて、ファイトと、レインブースターありがとうございます。まあ、言い訳っちゃ言い訳なんですけど、そう、正直なことを言うとマジ今月忙しかったの。ファイトありがとうございます。そう、神春のレッスンをずっとしてて、そうで、あれ、まあ学校にも来てなかったわけで、そのノート必死に今写してるんですけど、なんか明後日からっていうピンチに奏でられている今まあいっかって感じ。昨日本当になんか昨日の記憶がないぐらい昨日頑張ってたんですよ。お疲れありがとうございます。なんか昨日と顔違いすぎて面白い。エナは一夜漬けできるタイプですよ。一夜漬けしないと逆にやらないから。5時半とかまでやってた一時期。朝のレインボースターありがとうございます。ありがとうございます。なんか褒めてくれた、いっぱい、わーいわーい。タカありがとうございます。傘ありがとうございます。なんか初めてですね、
K2 公演のセンターに立つのが、なんかもともと自分自体がセンターに立つのがめちゃめちゃ久しぶりなんですよ。レインボースターありがとうございます。青がぶりだったのでなんか緊張が止まらなくて、レインボースターへのね地味に匂わせみたいなのしてたんですよ。なんかいつもそんな公演について触れないじゃないですか私。なんか22日出ますよみたいな言うけど、なんかちょっと長めに触れるというか、まあ別に言えないから、まあ気づいたら、気づいた人は気づいたかなみたいな。ファイトありがとうございます。いると思うんですけど、22日見に来てくださいとか聞こえてたんですよ。あの気づいてたか分かんないんですけど言ってたんですよ。だからお疲れありがとうございます。そう匂わせをちょっとやってたんですけど、まあこういうことだったんです。なんかでもなんか自分がやってるなんかがむしゃらすぎてどうだったのかは見てないんですけど、傘ありがとうございます。でもツイッターでもすごいねとかよかったなって書いていただける方がいたので嬉しかったです。てるてる坊主ありがとうございます。自分もやると思ってませんでした。なんかね、多分誰も思ってなかったと思う。自分が一番思ってないんですけど、見てください。 DM もいっぱい、昨日いっぱいなのか分かんないけど、サイリウムをてくれる方がいて嬉しかったです。ありがとうございます。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、そうビンゴもやらせていただきまして、あの曲振りとかめっちゃびっくりした。だるまありがとうございます。そうあの公演前にめっちゃ確認したトークの仕切りを。マジで頑張った。あれはめっちゃ緊張して、なんかさ、いつもさ後ろでさ立ってる分にはさ、はあはあ息整えるのることをやってたんですよ。でもなんて言うんだろう、真ん中に行って自分が喋るのとなんかはあはあするなと思って息整える時間がなくて焦ってたですけど、また劇場に行きたいって思ってもらえたらいいなと思って昨日踊ってました。いいね、ありがとうございます。いや、そう先輩もいてすごい緊張してたんですけど、可愛い、ありがとうございます。またいつかできたらいいんですけど、緊張しちゃうんですけど、ハートありがとうございます。前のも前
今先輩なんですけど、そう後輩ができました。だいぶ前になんですけど、なんか本当に一緒に出たのが初めてだったから、話してたは話してたんですけど、なんて言うんだろう、まあ初めて実機の子と公園に出たのが昨日が本当に初めて、初めまして。なんかシャッフル公演とかも無縁だったので、12周年とかもなんか出たいなっていう気持ちはあったんですけど、エナはエナさんって呼ばれてますね。うん、逆になんて呼ばれると思った？でもエナさんが基本じゃない？可愛くて好きです、だってありがとうございます。まあ私はかっこよくないので。かわいい、ありがとうございます。まあ昨日の公演は良かったんじゃないですか。自画自賛しとこうと思って、昨日ぐらいは。でも緊張してるかなと思って、後輩の子に、あの西井美桜ちゃんが出るところ、あの子も一緒、伊藤美希ちゃんも一緒だったんですけど、下げに来た子があの西井美桜ちゃんだったのから、緊張してるって聞いたら、いや緊張してないです、あ緊張してますみたいな言ってて、なんかでもなんか中間曲ちょっとはほぐれましたみたいな言ってて、あよかったって思った。嘘。いやなんか自分が先輩にやってもらったことを後輩に返そうと。いやもう初アンダーの時マジで緊張しすぎて、マジで死んだと思った。ガチで本当にあの初アンダーの時マジで心臓出るかと思ったぐらいに緊張したの。多分みんなも気づいてたと思うんですけど、かっこいい、ありがとうございます。あの気痛です、昨日緊張してましたよ。もマジ本番前泣いてたもん、気痛のアンダーの時。でもその時はオラーツさんが大丈夫って言って抱きしめてくれたのを覚えてるんですよ。懐かしい。いやでも本当に最近マジ泣かなくなって、自分でも怖いの。なんかあんなに月一で泣いてた自分がもう半年ぐらい、あ嘘、去年3月か、3月から泣いてなくて、本当になんか涙に強くなったなって思った。
いや本当に多分みんなが持ってる以上に涙もろいっていうか なんか人だったんですけど、本当になんか強くなって、なんか最近なんかもはや泣けないみたいな状況になってしまってるんですけど、強くね私と思って、どうやったら強くなりましたですか。いやもうしんどいって思い続けてたら、だるまありがとうございます。なんかもう逆になんかいろんなことにいっぱいいっぱいすぎてそんなことできないってなった。でもこの前、あでもじゃない、えすげえ、神割れの生写真が出てきたタイムラインに、山根さんがいいねしてた。傘ありがとうございます。自分さ歯並びよくなったんよ。でさ口閉じてるようになったのかなと思って、昨日の DMM 見たら全然口閉じてなくて、なんか恥ずかしかったから気をつけようと。傘ありがとうございます。神原のグッズ届きましたか。どんな顔なんだろう自分の写真。いや証明写真やんこれ、自分の顔棒立ちしてておもろいあグッズ届きましたか。あ笑ってる、よかった。なんか証明写真みたいなぶっ立ってる写真があった。えなご元気です。あ本当よかった、届いてるんだ。あ写真コンプした、早っ、すごっ。え誰かあれ当てましたか、ホログラム缶バッジみたいなやつ、キラキラしてるやつ、えのお家にあるんですけど、えいないのかな当てた人。だってあれなんかレアみたいな感じですよね。あ缶バッジ出ないんだ。なんかさ缶バッジ再販したみたいなの見て、でもまた売り切れてたみたいな。あ会場で買います。あ本当？あキラキラしてるの宮村さん出たの、なるほど。ほらやっぱ追加分で買えますよね、あったよね。そう売り切れてると思って見てたんですけど、この前みんなで神フレのあれです CD ショップ行きました自分たちの売ってるの見てうわーって言ってた。かわいい、頑張った、ありがとうございます。嘘、エラのキラキラそんな出てんの、見たいんだけど。調べよう今から、神フレ電話さしたら出てくるかな。あ間違えた、ないない、どこ、ちょっと見つかりません、後で見ます。ハートありがとうございます。課題が終わったら見ます。
花束ありがとうございます。あ、なんか質問箱をしたらいっぱい褒めてくれてありがとうございました。あら、満足しましたので満足したんだ。あれもありがとうございました。 DM もいっぱい送ってくれて、モバメの返信もくれたり、なんか最近そういう長文のモバメを書くと DM で返してくれる方が多くて、あの絵のインスタなんか全く動いてないみたいなの思ってる方いると思うんですけど、私のインスタマジで動かないです。 SNS も本当に動かないよね。ガチでちゃんとやりなって思うもん自分で。花束ありがとうございますよくない。なんかさ、インスタとかさ、自分さ、トーク会がないと本当にしないので、ストーリーはあれですね、公演がないと動かない、仕事がないと動かないみたいなね、なんかイベントないとさ動かないよね自分って。あのツイッターもね、でもツイッターは2、3日に1回はちゃんと動いてるイメージがある。ちょ、今マジで暇な時がない。多分7月も割と忙しいんですよ。まあ余裕が出るのは8月。ダメだ、8月も初見ですかって聞かれてるんですけどそう、なんか8月もあれなんですよ、あのそう、カミフルのボトムラインがあるので、ちょっといろいろあるらしいので。え、でもさ、エラさん始めた頃はさ、おはようとかさ、おやすみとかやってたよね。9月から頑張ります。あ、ズップもあるんです。はあ、この先も長いぜ。イエイ。そうなんですよね、9月もガチあるんだよね。じゃあ忙しいや。じゃあ10月からダメだ、10月からも忙しいんだ私は。本当にありがとうございます。やるって言ってもやんないタイプの人間すぎてさ、おもろい。そう、10月とかはねテストとか入ってくるんですよ。そう、聞いてほしいことがあって、のあのさ、睡眠アプリをしてるんですよ最近。楽しくて、それが昨日さ寝落ちしたの、ソファーで。お風呂入ってから公演終わりで、寝た時間が3時15分なんですよ、この睡眠アプリの。かわいい、ありがとうございます。なんか睡眠を計測してくれるアプリがあるんですよ。で、昨日4時間寝てるんですけど、まあ本当は6時間ぐらい寝てるんですけど、睡眠スコアがですね82ポイントという、ちょっと良くないです。え、違う、1時とかに寝てる、本当は1時にあのソファで寝て2時間多分寝落ちしてて、はい、あ、ありがとうございます。そう、昨日ちょっといろいろやってて、今日もいろいろやらなきゃいけないので多分遅いんですけど。え、でもね、その前の日がね、22日の睡眠スコア90点なんですよ。睡眠効率 98% っていう100点満点ので、めっちゃよくない？
めっちゃ質良くないじゃんこの日と思って、昨日めっちゃ眠り浅いの。いや分かんない、何で計測してるのか本当に分かんないんですけど、なのになんかちょっと楽しんじゃってる。ちょっと誰かやってほしい、ちょみんな今日やってよ、スリープマイスターみたいなやつ。今日ちょっと100点出そう。傘ありがとうございます。あ、次7月5日公演出ます。見てください。うわ、虹ありがとうございます、すごいすごい、虹に感動してしまう。なんかさ、虹をさ反応すると自分100万リットルマジですぐ想像しちゃうの。最近その発売した次の日にあの100万あ虹を見てたんですよ、リアル空に出てる虹で。家帰ってママとかに行って、その外出たらもう虹消えてて、あ自分だけに出たんだなって勝手に思ったんですけど。はい、傘ありがとうございます。え、わかる、なんか最近虹のアンチに変わる日までとか歌ったり、ジャガイシャが虹だったりするから自分虹だなって思う。なんか最近いいことはあるんですけど、悪いことと重なってる、悪いことっていうか個人的に嫌なことと重なってるから、なんかどこどこなんですよ。コバありがとうございます。ということで、時間らしいので終わりたいと思います。この後頑張りたいと思うので、皆さん睡眠アプリぜひやってみてください。バイバーイ。